ビ i f をご覧の皆さんどうも DAIGO ですということでですね僕 DAIGO がですねなんとソロシングルを出すということでねソロファーストシングル「いつも抱きしめて」そして「無限リバース」という両英名シングルを7月31日にリリースということで本当にですねこの2曲はですねもう僕の自信作になってましてまあいつも抱きしめては 本当にこうソロシンガーならではの、ね、本当こう優しいミディアムバラードになっているんですけれども本当こう聞くとですねなんか,あーなんかこう恋したいなとかねそういう気持ちになったりですねなんかこういろいろお世話になった人にまた改めて最近会ってないから感謝の気持ち伝えたいなとかねそういうようなあったかい気持ちになれるナンバーなんでねぜひ聴いてほしいなと思います。 そして、ね、無限リバースの方はもう何回でも、ね、こう人生やり直せるんだっていう、ね、そういう,こう心強いです、ね、メッセージを自分なりにこの曲にぶち込んだので、ね、ぜひこう勢いのあるナンバーと一緒にです、ね、この2曲、えー、楽しんで、ね、それぞれ違うタイプなんですけれども、ねえー、皆さん、ね、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。 はいでですね、えー、握手会の方がですねリリースイベントの方が全国5カ所東京大阪名古屋福岡札幌であるので是非この辺もですね皆さんチェックしてですね遊びに来てくれたら嬉しいなと思います是非握手しましょうはいで、えー、ビーフからの質問にお答えください「無限リバースにちなんで人間以外に生まれ変わるなら何になってどんな生活をしてみたい?」 そうだなあまあ僕がなってみたいのはねお猿さんになってみたいね、うん、でお猿さんになってこうちょっとこうなんていうの一緒に旅したいね人間と、うん、だから抱きついて抱きついてこうまあ今と逆のパターンねだからね、うん、逆パターン。 それでちょっとこう楽しみたいね全国でこういろんなバス乗ったりしてなんかこう旅してみたいなっていうねそういう願望がありますそういうことしてみたいなと思いますね、うん、はいまあそんな感じでですね是非皆さんこのソロファーストシングル聞いてみてください以上 DAIGO でした